離散最適書き総論の11回目の、あ、11回じゃないですね。これ12ですね。すいません。はい。離散最適書き総論の12回目の授業、始めていきます。それでですね、一般グラフの最小評価完全マッチングという、その最後の目標になっているんですけども、これのアルゴリズムを今日はお話ししていきます。で、前回までのですね、ちょっと復習もしながらじゃないと、多分いろんなことが思い出せないと思うので、それもやりながらやっていこうと思います。はい。で、今日はこれですね、1月19日ですね。で、この予備の2月2日は、今のペースでいけばやらなくて済むと思いますので、まあそういうつもりでいてください。で、先ほど言った通り、この一般グラフの最小評価完全マッチング問題、これ解くという話を今日はします。で、また多項式時間で解けるんですけども、そのアルゴリズムも説明します。で、もう一度最小費用完全マッチング問題は何だったかというと、向こうグラフがあって、変費用があります。で、この完全マッチングで変費用が最小のものを求めたいという問題です。まあ、この例の場合、これですね。青です。示したものです。で、今日は目標として一般グラフの最小費用完全マッチング問題を解くためのアルゴリズムを記述します。で、一部の証明は今日やるんですけども、一部の証明は次回に続きます。はい、ということになります。で、もう一度ですね、完全、その最小費用完全マッチング問題をどのようにして解こうとしているのかっていうと、それを整数計画問題として定式化して、その線形計画緩和を考えて、その線形計画緩和を解くという話で進めていくことになるわけです。はい。で、今のお見せした整数計画問題の線形計画緩和がここに書かれているもので、これについて、グラフが2部グラフの場合には、ここに書いてある線形計画緩和を解けばよいという話だったんだけども、一般グラフの場合ではこれではダメだという話を前にしたということですね。で、そのためにどういうことを考えたかというと、この緩和の強化、つまり制約を増やすってことをしたわけです。で、増やした制約っていうのが、このキカット不等式と呼ばれる不等式で記述される制約でした。はい。で、何だったかというと、これですね。S という、奇数個焦点がある部分集合があったときに、その S から出ていく辺の集合を見て、それが今デルタ S と書いてるんですけども、その、なんか S から出ていく辺の中のどれか一つ以上が選ばれている。それで、どれか一つの辺 E に対して XE が1になっている。っていうことが、ここに不等式で書かれていることであるということでした。で、これを IP、先ほどの整数計画問題に追加したものが IP プライムというふうに、これまで読んでいたものですね。で、これ C っていう集合の集合があるんですけども、これは焦点数が奇数で、なおかつ、その予想数が3以上であり、補集合の予想数も3以上であるようなものを全部集めてきたので、これですね。というふうにしています。で、このように、この不等式を追加しても、IP と許容領域が変わらないということも前証明しました。ので、これでですね、何がいいかっていうと、IP プライムを解けば、IP が解ける。つまり、最小費用完全マッチングが求まるということがわかるということになったわけです。で、この IP プライムを解くために、IP プライムの線形計画緩和、LP プライムっていうのを考えるということをしたわけです。この部分ですね。この部分が0以上に変わったものを考えるというふうにしたわけです。で、まず重要なのは何かっていうと、この LP プライムにおいては、この LP プライムの最適解で IP の許容解になるものが存在するということでした。では、これですね。これ前回、まあ、証明のまあ、完全にしたわけではないんですけども、まあ、こんな感じで証明できますよというのを紹介したものですね。で、これをやるので、つまり、LP プライムの最適解を求めてあげると、まあ、そこからですね、実はその、IP の境界となるような LP プライムの最適解も作れるので、
なので、その思想追放のアルゴリズムが作れるような気がしてくるっていうのが前回までの話でした。で、今日やるのは、この実際に主張追放のアルゴリズムを作るということになります。はい。で、主張追放のアルゴリズムを作るためには、今言ったその LP プライムっていう線形計画問題の相対問題を考える必要があります。で、相対問題はこれですね。これは2回前ぐらいに書きました。で、変数は各頂点に対する変数。YV っていうのと、さっき作ったその C っていう集合の集合の要素、つまり集合ですね。集合 S に対する変数 ZS ってのがあります。で、その2つを使って、まあ、こんな形で書けるというふうに、まあ、これ説明しました。DLP プライムですね。はい。で、この主張追放っていうのは何かなのかっていうと、この LP プライムと DLP プライムを同時に解くというようなことをします。で、そのために、その相補性定理っていうのを使うんだっていう話もしてまして、これも2回前にしてて、その X が LP プライムの最適解であり、かつ YZ、その今 DLP プライムには Y と Z っていう2種類の変数があるんですけども、それが DLP プライムの最適解であるための必要十分条件は、この4つの条件を満たすことです。で、1つ目は X がまず LP プライムの許容解でなくちゃいけなく。で、2つ目は Y と Z が DLP の許容解じゃないといけないということで、まあ、これは最適解であるんだったら、それは成り立ってないといけない、条件なんですけども、この下の2つが重要で、それがその相補性条件と呼ばれているものです。で、これは後でまだ詳しく見ていきます。で、まあ、ここでは、まあ、これは正しいんだというふうに思ってください。で、2つの相補性があって、主相補性と呼ばれているものと相対相補性と呼ばれているものがあります。はい。で、もう一度、主相対法っていうのはどういうものなのかってことを説明するんですけども、2部グラフの時と同じことを書いてるんですけども、そこに出てくる、まあ、変数とか、ガチマチと違うところですね。で、不変上下になります。アルゴリズムの中では、X と Y と Z は次の条件を満たし続けます。何かというと、まず X は0、1ベクトルであるというふうにします。だから必ずその成分の整数であるところであるとします。で、Y と Z は DLP プライムの許容解ですということを必ず、満たし続けます。で、なおかつ X と YZ は相補性条件です。これっていう相補性条件っていうのは、主相補性相が書く。先ほどのページで言っていた主相補性と、主相補性と、相対相補性の両方です。はい。を満たすようにします。で、何が起こったら停止するかっていうと、X が LP プライムの許容解になったら停止します。で、そうすると何が起こるかっていうと、停止したときにはその X は LP プライムの許容解であり、YZ は DLP プライムの許容解であり、それらは相互性条件2つとも満たすので、前のページの相互性定理の4つの条件がアルゴリズム停止したときには必ず満たされます。ので、そこから、この最適解と、LP プライムの最適解と DLP プライムの最適解が得られることが、この相互性定理からわかるわけです。ね、それがこれですね。アルゴリズムが停止したとき、X は LP プライムの最適解であり、かつ Y は DLP、あ、Y、すみません、YZ。YZ は DLP プライムの最適解だということがわかります。特に X は0、1ベクトルなので、LP プライムの最適解であり、なおかつ IP の許容解であるってことも言えます。そのことから、X が IP の最適解、つまり、最小費用完全マッチング問題の最適解に対応するベクトルであるということが言えます。で、この流れに沿っていけば、その形で最小費用完全マッチング問題が解けるということになるわけです。で、それを目指していきます。ここまでいいでしょうか？いいでしょうか？これを目指していきます。で、これを目指すんですけども、
先ほどの主相補性と小対相補性っていうのをちょっと見て、それを書き換えるってことをします。これは実は、2部グラフの時にも同じことをやったんだけども、まあ、それを一般グラフの時にもやるということになります。何かというと、この主相補性の式、まあ、同じものを書いています。で、この X、すべての辺 UV に対して、XUV っていう、ものと、ここですね。この長い式。この、積を取って和を取ったものが0である。っていうのが、この主相補性の式です。でですね、今、ここの、先ほどの相補性定理を満たす場面を、その4つの条件を満たす場面に考えているんですけども、その時には、この X っていうのは、LP プライムの境界であり、DLP プライムの境界として、Y と Z が今得られているというふうに思っているわけです。で、それらが、この条件を満たすということを考えると、で、そうするとですね、LP プライムの境界であるという条件があると、この XUV っていうのは、これは必ず0以上になります。一方で、この DLP プライムの境界であるという条件があって、まあ、それは何だったかっていうことはもう、すでに覚えてないと思いますけども、それ、もう一度見直していただくと何がわかるかっていうと、ここに書かれている、この式ですね。あ、じゃあ、その、境界であるっていう、その制約の中に、YU プラス YV プラス、この和ですね。S が C の要素で、UV がデータ S に入っている時の ZS の和。で、これが、CUV 以下であるという、制約式が、この DLP プライムにはあります。ので、その Y と Z がその境界であるんだったら、ここに書かれているこの括弧の中の式っていうのは必ず0以上になります。この式。そうすると何を言ってるかっていうと、この和のシグマの中身っていうのはこれ必ず0以上なんですよ。シグマの中身これ必ず0以上ですから、その、0以上のものを足して0になると。言ってるってことは、この和の中のすべての項は0なんですよ。正のものが1個でもあったらこれ0になりますね、足して。だから、この和の中、これは絶対にこれ 0であると思います。ですか？ってことは、特に、この XUV が正だったら、XUV が正だったら、後ろの部分っていうのは、これ必ず0になる必要があります。必ず0なんだと。つまり、ここに書かれているこの制約の不等式は等号で成り立たないといけない。ここは間違ってますね。どんどん間違ってますね。これ CUV です。出ないといけないということが、言えて、逆に、この下の条件が成り立っていれば、この上の等式、成り立ちます。なんでかっていうと、これが正ならば、後ろのところが等式になりますから、後ろの部分が0になります。で、前これ、正じゃなかったら、もともとこれ0以上ですから、これ、XUV がこれイコール0になります。つまり、この前の部分が0になるので、やっぱり、この全体が0になるという性質は保たれます。ということで、この X が LP プライムの境界であって、YZ は DLP プライムの境界であるという条件のもとでは、上の表現と下に書かれているものっていうのは同値になります。ので、まあ、下の方の表現を使っていきましょうということになります。で、これはその主相補性と呼んでいた条件に関する話なんですけども、同じようなことが相対相補性に対しても言えます。相対相補性の式はこれですね。で、またこの、X が LPプライムの境界であるっていう条件から、この和ですね。XE に対する、これが1以上であるという式が、これがキカット不等式ですね。として、LP プライムには追加されていたので、これを見ると、この部分ですね。この部分を押してくる。この部分。この括弧の中身っていうのは、これ必ず0以上だったことがわかります。一方で、DLP プライムにおいては、ZS が正で、0以上であるっていう条件も制約としてありました。ので、
このシグマの中には、また、これ必ず0でないといけないということが、先ほどと同じ論法でわかります。論法でわかります。でそうすると、先ほどと同じように、この ZS が正だったら、後ろの部分はイコール0でないといけないということが言えます。これも先ほどと同じように、上のものと全く、同じ意味を持っている、意味を持っているというのはその同値であるということが言えます。X が LP プライムの許容解であり、かつ Y と Z が DLP プライムの許容解であるという条件のもとで、この2つの条件が同値であるということが言えます。ので、まあ、下の方の方は実は考えやすいので、これを使って考えていきます。いいでしょうか。で、これがその、どのように線形結合まで使うのかっていう話だったんですけども、もう一個ですね、一般グラフの最大マッチングを、求めるアルゴリズムっていうのがあったので、これもちょっと復習もしないと、今日の話がよくわかんないので、これの復習をします。で、最大マッチングを求めるときには、高互動っていうのを使ってるんですよね。で、高互動っていうのは、そのマッチングに関する高互動っていう呼び方をしていて、それは、その、マッチングに入っている辺と、そうじゃない辺っていうのを交互に通るような道です。ですね。まあ、これは復習ですね。で、その中で、この、最終的に、この、一番端にある頂点が、マッチングの辺と接続してない場合には、この高互動のことを増加動と呼ぶと。というふうに言ってました。で、これですね。増加度ですね。うん。で、増加度はなんで良かったかって、重要かというと、増加度っていうのを使って、今手元にあるマッチングの要素数を大きくできるという話がありました。なんだったかというと、今このように、辺の数が3、青い辺の数が3であるようなマッチングがあったときに、そこで増加度を見つけたら、増加度の今、辺を順番に拾っていくと、必ずこの黒、青、黒になってるんですよね。そうしたら、その今、黒、青、黒っていう順番で現れているところを、青、黒、青に入れ替えます。そうすると、必ず別のマッチングが得られて、なおかつ要素数が1個大きくなります。1個大きくなります。という形で、マッチングの要素数を増やせますという話があって、で、逆に、そのような増加度が存在しなかったら、その時点で得られているマッチングが最大マッチングであるということも言えるという話を初回にしました。第1回の授業でやりました。で、それはこれですね。M が最大マッチングである必要十分条件は M に関する増加度存在しないという話でした。で、だからその増加度を見つけていけばよいと。最大マッチングを見つけるためには、増加度を見つけていけばよいという話だったわけです。で、一般グラフでそれをやろうとしたときには、この花っていう概念が重要で、花っていうのは、まあ、経路です。長さ 2K プラス1の経路で、そのうちの、だから今このオレンジですね。これはだから、K が2の場合ですね。の例で、この経路の中の傾向は、このマッチング、傾向の辺はマッチングの辺です。この2つの辺はマッチングの辺です。で、この C の中で、このマッチングに使われていない辺、頂点というのが、だから必ず1個あります。ここですね。必ず1個あります。で、それは、ここですね。C の中で M に飛ばされている頂点と、M に飛ばされていない頂点が別にあって、この場合はこの左側の頂点で、それを結ぶような偶数調の交互動が存在するっていう条件があります。で、それを満たしているも満たしているような、この経路のことを花というふうに言います。だから、この場合は、このオレンジ色の、これ花です。で、花っぽいんだけども、花じゃないものがあって、あ、これは花なんだけども、これですね。これは、この経路があって、そのうちの、二つの辺が M で使われているんだけども、この、C の中で M に飽和されている頂点、ここにあるんですけども、この M に飽和されてない頂点ですね。M に飽和されてない頂点ってこれ2つあるんですが、上と左に。この M に飽和されてない頂点とこの丸い頂点を結ぶような偶数調の交互動がありません。ので、この場合は、このオレンジの経路は花ではないということになります。で、花を見つけていくっていうのが重要だっていう話が、この一般グラフの完全マッチングの話ではありました。
で、その時に何をやったかっていうと、花を見つけたら縮約をするっていう操作を行っていました。で、縮約ってのは何だったかっていうと、こう頂点集合があったら、その頂点集合を一つの焦点にこうギュッと潰すっていうような、操作です。で、これを使って、何が言えたかというと、実は、この花があったら、その花を縮約するってことをします。で、花を縮約するときには、今考えるとマッチングも縮約します。今、ここ、このオレンジ、これ花なんですけども、この花を縮約したら、右側のようになって、その花に含まれている辺も忘れるということをするわけです。で、そうすると、もともとこの青い部分が、マッチングになったら、その花を縮約した後も、その残った部分は、その縮約したグラフのマッチングになっているというような性質があります。で、何をするかっていうと、この花を見、アルゴリズムでは何をするかっていうと、この花を見つけたら花を縮約するということをしていて、縮約したグラフは、その頂点数が少ないグラフなので、その上でまた新たに最大マッチングを見つけようとすると。で、見つかったら、この縮約した頂点を元に戻したりということをして、復元するということをしていきます。で、それが、できるっていう話を、この第5回の講義で証明していて、何だったかというと、M が G というグラフの最大マッチングだったら、その花を縮約したマッチングは、縮約したグラフの最大マッチングであるということになって、逆も言えるということですね。で、この性質を使って、アルゴリズムを作ってました。で、どんな感じだったかっていうと、こんな感じだったと。マッチングを常に保持してるんですけども、そのマッチングに関する花か増加度を見つけようとします。で、花が見つかったら、先ほどの命題を使うために、G と M を縮約します。で、増加度が見つかったら、増加度に沿ってマッチングの予想数を大きくできますから、それをします。で、そうじゃないと、花も増加度も見つからなかったら、実は今持っているマッチングが最大マッチングであるということが結論できます。結論につけられます。っていうのを、やりました。で、実際どんな感じだったかっていうと、ちょっともうこのイメージで思い出せるかどうかちょっとわかんないんですけども、まずそのマッチングに飽和されてない頂点を全部見せていきます。マッチングに飽和されてないっていうのは、そのマッチングの辺と接続していない頂点ですね。で、そこから探索を始めていきます。で、例えばですね、その間に、それらの頂点同士を結ぶような辺があったら、これはもうすでに増加度になっています。だからそういう場合だと増加度が見つかったということになります。そうじゃない場合は、このマッチングの辺に飽和されてない頂点に、から、探索をしていきます。で、一歩進んだときに、一歩進んだ先っていうのは、マッチングの辺に飽和されている頂点になってますから、そこから必ずマッチングの辺がこれで出てるわけです。一本ずつ。っていうのは、こう、構造が出てきます。で、この探索を繰り返していきます。で、例えば、今そのマッチングの辺が必ず続いてますといった、その先が別の辺で結ばれているとすると、この時には、このオレンジで書かれたような花が見つかります。で、花が見つかったら花は縮約するということをするわけです。そうじゃなくて、花が見つからない場合は、こんな感じのこともあるわけですね。で、この場合は、この黒い辺を無視して、そのまままた探索を続けていくということになります。で、例えば、この青い頂点から緑色の頂点ですね。に向かっていくような辺が見つかったとすると、この赤をたどると、これは増加度になっています。増加度になっています。ので、この場合は増加度が見つかったということになって、マッチング予想数が1増やせるということになるわけです。で、そうではなくて、また、下の方に探索が進んでいって、またこんな感じで、その青で行った先同士を結ぶ辺が見つかったら、またこれは花が見つかったということになるので、この花を縮約します。潰します。こんな感じですね。で、縮約して、また探索続けると。こんな感じで。で、そうすると、全体像としては、最終的には、アルゴリズムが止まった時には、こんな感じになっています。その、青で行った先と緑を結ぶような、辺は、
ありませんし、青で行った先同士を結ぶ、青で行った先同士を結ぶような辺もない。それがあったとすると花があるからないし、この違う部分ですね。違う部分の青同士を結ぶような、辺もありません。もしこういうのがあったとすると、赤、青、赤、青、赤、青、赤って感じで増加度が見つかります。それからそういうこともない。という形になって、こんな形で、アルゴリズムが停止したときには終わるということになります。で、そうすると、ちょっとベル・ジュタットの公式を思い出さないといけないんですけども、このピンク色の頂点ですね。この赤で例えついた焦点の集合を、U とすると、ベルジュタットの公式っていうのがあって、そこで言っていた、その取り除くべき焦点の集合が見つかるということになって、この見つかったマッチングの最大性が証明できるというような仕組みになってました。はい。で、これがその最大マッチングを見つける、一般グラフの最大マッチングを見つけるエドモンズのアルゴリズムの概要でした。これは思い出しましたか？いいですか？まあ、こんな感じだったということをちょっと思い出してください。細かい流れはいいんですけども、その花を縮約したとか、そこら辺のことはちょっと思い出してください。よろしいですか？で、まあ、細かいことを書いたのはこの部分で、まあ、これは、まあ、ここではあんまり細かく見る必要はなくって、まあ、重要なのは、その一般グラフの差で待ちに多公式時間で発見できたということですね。はい。で、これらを使って、今日は一般グラフの最小評価完全マッチングの主相追放のアルゴリズムを作るという話をします。じゃあ、その話は休憩の後にしましょう。じゃあ、2分休憩をして、その話に進んでいこうと思います。今1分半になっているので、これ2分くらいますね。はい、じゃあ2分休憩します。はい。では、再開します。で、今からやるのは、その一般グラフの最小評価完全マッチング問題を解く主相追放がどんなものなのかってことを説明するんですけども、まずは例でやりたいと思います。そのアルゴリズムを書くのは、例をやった後にします。でですね、もう一度、主相追放をどうやってやるかですね。X という、この01ベクトルと DLP プライムの境界 YZ っていうのを必ず保持します。で、それらは相補性条件を満たすように必ずしておくと。で、最終的に LP プライムの境界となるような X を作れたら終了します。で、この X が LP プライムの境界
業界であり、なおかつ01しか当てを取らないというと、これ何を意味するかというと、これは X が、完全マッチに対応すると。ということを意味しています。だから完全マッチングが見つかったら、おしまいです。おしまいです。という形になっています。で、これは、それはその2部グラフの時と同じですね。2部グラフの最小表完全マッチング問題を解く時もそういうふうにやってたということですね。で、何が今共通しているかというと、もう一度言うと一般グラフの最小表完全マッチング問題を多項式時間で解くことです。そのために圧縮法を使いたいと言ってるんで、で、もっと戻ると、圧縮法では、この X と Y と Z っていうのを常に保持してるわけです。で、この時に何か問題が起きるってことをまず把握する必要があって、何かっていうと、この DLPP の目標解っていうのを、このアルゴリズムは常に保持してるわけです。で、そうすると Y っていうのは成分が頂点で決まってくる。だから頂点の個数分だけ成分があるようなベクトルになってるわけです。一方で Z の方は、この C っていう集合の集合、だから、C の要素が添え字になるようなベクトルになっているわけです。そうするとですね、これ C は何だったかっていうと、C を向けて書いてみると、C っていうのは、S っていう頂点部分集合の集合で、S の要素数は、3以上で、V-S の要素数が3以上で、なおかつ S の要素数は奇数であるって、こういうものなんですね。こういうものを全部集めてきたのが C なんですよ。で、この C っていう集合は、要素数が膨大にあるんですよ。膨大にある。これ膨大どんなものかわからないけども、これ、今回書いたのは、それはグラフのサイズに対して指数関数的に大きいです。だからこれは集合の集合ですからね。頂点集合の部分集合で、まあ、それをたくさん持ってきてるわけです。で、そうすると何が問題かっていうと、Z っていうベクトルを保持してるだけで、もう多項式時間を超えちゃうんですよ。Z を表現するだけで多項式時間よりも大きな時間がかかっちゃうんですよ。だから、多項式時間で解こうって言ってるのに、その多項式時間で解こうとしている問題のデータというか、問題の解を表現するだけで多項式時間よりも大きな時間がかかっちゃうんで、これ困るっていうか無理なんですね。解けないんですよ。だから何するかっていうと、実際はこの Z っていうベクトルは表現しません。これを表現すると多項式時間にならないから。だから実際何するかっていうと、今この上に書いてるのは前のページで書いた問題点です。その克服法を今ここに書いてます。何をするかっていうと、Z っていうベクトルがある程度表現するんだけども、真面目に表現せずに、その ZS が0となるような S は無視して、ZS が正となるような S だけをこのアルゴリズム中で保持することにします。で、そういうふうにしても実は、この問題はちゃんと解けて、なおかつ、この ZS が正となるような S だけを保持すると、多項式時間アルゴリズムになるということになります。で、これはちょっとしたトリックで、非常に重要なトリックなんですけども、それがなんでその多項式時間アルゴリズムになるのかって話は次回の話になります。で、だから今からアルゴリズムを動かしていくその例をやるんだけども、その ZS が0となるような部分の変数は持ってないと思ってください。はい。で、それを、踏まえて、例を通してアルゴリズムの説明をします。で、こういう例を考えます。で、これは8個頂点があるグラフで、まあ一応その頂点の数が偶数じゃないと完全マッチングが持たないので、まあ頂点の数偶数の場合だけ考えます。で、各辺には、費用がついてるですね。で、例えばこの、B と G っていう、この頂点は、これ辺がないですけども、まあ、これ、2部グラフの時にも言ったんですけども、この辺がないところには、実は、無限大のコストの、無限大の費用の辺があると思ってもらっても構わないです。構わないです。で、そうすると、このようなグラフがあった時には、必ず完全マッチングは存在すると思ってもらって構わないです。ただし、その費用が無限大になる可能性もあるということです。で、まあ、この例の場合には、まあ、そもそもこの例の中に完全マッチングがありますから、まあ、そういうことを考えなくていいんですけども、まあ、一般的にはそういうふうに、この辺の、
ありようによっては完全マッチがないかもしれませんけども、焦点の方が偶数だったら、辺のないところに無限大の費用の辺をつけることで必ず完全マッチングがあるようにできます。で、この、グラフに対して、じゃあ何をやっていくのかということを、まず、この小数法の流れを説明します。で、2部グラフの時と同じなんですけども、まず、頂点に対して、小数問題 DLP プライムの変数か、その V っていう頂点に対して、YV っていう変数があったので、その、小数問題の、この変数を適当に定めます。それを今ここでやりました。適当にその Y の値を決める。で、決めた値のことを今ここで緑色で書いています。これどう、あの、これは、ちゃんとその相対境界に、DLP プライムの境界になっていれば、どのように決めてもらっても構わないです。で、Z の方は全部0にします。相対問題、DLP プライムの変数は Y と Z があるんだけども、Z の方は全部0にして、Y の方をうまくというふうに決めておきます。で、何をするかっていうと、各辺を見て、相対問題の、制約の一つに、YU プラス YV プラス、S は C の要素で、UV がデルタ S に入ってる ZS に対して CUV 化って、まあ、こういう制約が DLP プライムにはあったんですけども、今ここに設定した、Y と Z の値においては、この Z の部分、これ必ず0になります。ってことなので、その過程のもとでは、この、制約っていうのは YU プラス YV が CUV 以下であるという制約と同じになります。で、この制約が実は、2部グラフの、最小非和完全マッチング問題の相対問題の時に出てきた制約と同じ形になっています。で、2部グラフの時に何やったかっていうと、この式を統合で満たすような辺だけを集めてくるってことをやりました。で、ここでも同じことをします。例えば、今ですね、この B と C を結ぶ辺を見てみると、この Y の部分は4で4になっています。で、C の部分、これ費用ですね。費用これ8ですから、イコールになっていると。いいですか？だからその場合には、この B と C を結ぶ辺は選んでいるということになるわけです。一方で、この D と E を結ぶ辺のところを見てみると、その辺の両端点の相対変数の値は2と6になっています。で、辺の費用は13。なので、この場合は統合に出さないで真の不等式になっている。だから、この場合はこの辺は取ってこない。ということをして、この統合が成り立っている辺だけを集めてきます。で、集めてくるとグラフができます。こんな感じで。グラフができます。で、この右のグラフ、これ今 H ということにしましょう。で、やるのは何かっていうと、これも2部グラフの時と同じなんですけども、この H の最大マッチングを見つけます。これ先ほどのエドモンズのアルゴリズムを使って見つけます。そうすると、こうやって見つかると。で、重要なのは、この先ほどのエドモンズのアルゴリズムを走らせると、マッチング、最大マッチングが見つかるだけじゃなくて、その時に、その最終的に、縮約していた花も同時に見つかります。で、その花を今、このオレンジで書いています。で、何をするかっていうと、この花があったら、この花をこの H から H に置いて縮約します。H に置いて縮約します。これがですね、このややこしいところで、で、この、ですね、で、縮約した後で何をするのかっていうと、この、そうか、このですね、ここに書いてあるこの相対変数の値を更新します。これも2部グラフの時に、やったことと同じなんですけども、この更新の仕方がですね、この縮約をしたことによってややこしくなるとなります。で、2部グラフの時にはどうやって更新したかっていうと、この先ほどのその YU プラス YV が CUV 以下だっていうこの制約があったので、これを壊さないように、この YU とか YV の値を上げ下げするってことをしてました。上げ下げするって、プラスイプシロンしたり、マイナスイプシロンするってことをしていたわけです。まあ、両方ともプラスイプシロンになる場合もあるんですけども、まあ、こういうことをしてました。で、あと同じようなことをします。で、それをですね、こっちの、この右側のグラフでやるんですね。
そうすると何が困るかっていうと、この BCF っていうのは、この、左側の元のグラフで、におけるこの B と C と F っていう頂点の集合を縮約したものなので、その B と C と F に関わっている辺を、このどのようにここに、縮約したグラフに反映させるのかってことをちゃんと考える必要があります。で、まずですね、その等対線数の更新を行うときに、まずその BCF っていう頂点には、もともと0っていう、値があったと思うことにします。これはそういうふうにします。で、その、変数をプラス、この上向き矢印は、プラスイプシロンするっていう意味だと思ってください。で、下向き矢印はマイナスイプシロンするという意味だと思ってください。で、その上げ下げの幅っていうのは先ほど言った通り、この相対問題の境界であるという性質を保つように上げ下げするということになるわけです。で、問題は何かっていうと、例えばこの A と D を結ぶ辺っていうのは、この元々のグラフにあって、この、辺の費用が今4なわけです。で、A と H を結ぶ辺っていうのは、この費用が4で、この費用も、この費用は今分かったわけです。だけども、この BCF っていうのを、この元のグラフで、なんだっけ、縮約した、この BCF に関わる辺の費用をここでうまく定めるっていう実は必要があって、これがややこしいです。で、それをこのように設定します。で、これがややこしいんですね。何かっていうと、BCF っていう、頂点を縮約した後のことを今これ書いてるんですけども、例えばこれ、ね、これ、A という頂点と BCF っていう頂点の間に、今ちょっとこれ便宜上、これ2つ辺を引いてます。で、なんでこれ2つ辺を引いたかっていうと、A という頂点と BCF っていう3つの頂点の間には、この A と B を結ぶ辺と A と C を結ぶ辺という2つ辺があるので、その2つの辺を残す意味で、この2つ辺を A と BCF という縮約で得られた頂点に対して引くことにしました。これ、本来は1個でいいんですけども、これ説明のために2つにしています。で、その2つの辺の費用っていうのが、どのように定めるかっていうと、もともとの左の方でこれ8と10なんですよ。8と10。なんだけども、ここでは、この下に書いてあるように、元のグラフの辺の費用から、その結んでる辺の相対変数の値を引いたものっていうのを新しい、この縮約したグラフのところでの辺の費用とします。例えば、今この A と B を結んでる辺があるんですけども、ここの費用、今これ元のこれ8です。8です。で、A から、出ていってるその B ですね。B のところの相対変数などが今4になってます。だから、この下の式に従って計算すると、新しい費用は 8-4 の4になります。で、この4っていうのはここに書かれている。という形になってます。で、同じように、この A と C を結ぶ辺。この費用は今これ10になってます。で、その、この辺で行った先の相対変数の値が4ですから、この費用から相対変数の値を引いて6という値をこの新しい辺の費用とします。このようにします。いいでしょうか。で、他のところも同じように作ってます。例えば、G と C を結ぶ辺がこうあるんですけども、この今、費用、これ14です。で、C の相対変数の値4ですから、14-4 の10っていう値が、この G と BCF を結ぶ一つの辺の費用になります。いいですか、まあ、こんな感じで、この縮約した頂点に関わる部分の辺の費用を新しく作ります。で、この変、費用を使って、相対変数の値の更新、その、イプシロンを定めるということをします。イプシロンを定めるときに、この場合には1にすると良いということが、計算すると分かって、1にした場合のこの更新後の様子がこうなるということが分かります。で、更新しました。で、今からやるのは何かっていうと、この、縮約を行ったグラフの上で、また、最小費用完全マッチング問題を解こうということを同じように繰り返してやっていきます。つまり、今考えるグラフは、その前に、この縮約したグラフ
におけるこの相対変数の値があるんですけども、実はこの1っていうこの BCF に与えられた、この縮約によって得られた、頂点に対するこの相対変数の値っていうのは、元のグラフにおいては、この BCF っていう頂点数3の部分集合に対する z という変数の値。ここで言うとその z、bcf。その変数の値を1にしている。っていうふうにみなします。みなします。で、これはこれで、アルゴリズムで覚えておくことにします。アルゴリズムで覚えておくことにします。はい。で、そういうもんだというふうに思ってください。で、今からやるのが、この、右のグラフにおいて、最小非同完全マッチング問題を解こうと、同じことを繰り返すということをします。で、そのために、先ほどの右側にあったグラフを左側に持ってきます。で、同じようにして、その辺を見て、その辺のところで、先ほどの制約ですね、その yu プラス yv イコール cuv が成り立っているところだけを見て、取り出していきます。で、エイズというグラフを作ります。で、作りました。こんな感じですね。こんな感じです。で、このグラフにおける最大マッチングを見つけます。で、こんな感じになります。で、この場合は今、花はありません。まあ、平和はありませんから、ね、花はありません。で、この見つけた、最大マッチングの形に応じて、また相対変数の、相対変数の調整を行います。更新を行います。で、ここは上げて、ここは下げる。これはその、マッチングの様子で決まります。どこを上げて、どこを下げるのかっていうのは、マッチングの様子で決まります。これは後でどのように決めるかは説明します。で、重要なポイントがあって、この BCF に 対する値はこれ下げます。で、下げるんですけども、相対問題の変数には y と z っていうのがあって、z に対してはこれ0以上じゃないといけないっていうこれ制約があったんですね。で、y に対してはこれないんですよ。で、y に対してはないので、この BCF を下げようと思ったら、どこまでも下げられる気がしてしまうんだけども、実際、先ほど言った通り、この BCF に対する相対変数の値っていうのは、もともとの大きなグラフにおける z の値を反映しているということになっていたわけです。だから、この BCF に与えられている相対変数の値っていうのは、この z に、もともとのグラフにおいては、その z に対応する変数になっていて、その z は0以上じゃないといけないので、この BCF ってこの、縮約をした後のグラフにおける、y という変数の値は0を下回ってはならないっていう制約もついているというふうに、ここでは見なします。これもまだちょっとややこしい話なんですけども、まあそういうのがあって、まあそれも満たしつつ、このエプシロンの値を決めるってことをします。あ、そう、これここですね。今書いてここですね。これ BE じゃないですか。これ BC ですね。すいません。BC ですね。だからこの YBCF、この値っていうのは必ず0以上じゃないといけないということに注意して、更新を行います。で、そうすると、イプシロンとして、この右側のようあ、左側のような値に更新されます。で、そうするとですね、この BCF の値がこれ0になるんですね。この YBCF の値がこれ0になります。で、0になったら、先ほどこの縮約をしていた部分を、戻すっていう操作を行います。これもアルゴリズムにおける操作です。別の言い方をすると、z の値が正になっている部分だけは、今考えるグラフで縮約します。で、そうじゃなかったところは、この縮約を戻すっていうことを行うっていう、これはアルゴリズムにおける動きにします。今 BCF に対する変数の値が0になったので、その部分は縮約を戻します。で、戻すと、ここら辺のその辺の、これ辺の、費用も元に戻ります。で、このようにして、その更新後のグラフがまたできます。よろしいでしょうか。で、まあ、この相対問題の値のこの予測を決まっていて、今、このグラフにおいては、このグラフにおいては、どの S に対しても、ZS の値は0になっているという感じになっています。じゃあ、このグラフにおいてまた同じことを繰り返します。このグラフにおいて、完全、最小非同完全マッチングを見つけようとします。
で、そのためには、また、今この拡張点に装置変数が与えられている形になっているので、先ほどと同じように、YU プラス、あ、書いてありますね。この YU プラス YV が CUV となるような変な値を持ってきて、グラフを作って、この中で完全マッチングを見つけようとします。最大マッチングを見つけます。で、見つけると、こんな感じになると。最大マッチング、こんな感じ。で、この場合、また、花はありません。今なんかここにその小点数3の平方があるから、これなんか花かなって気がするんだけども、これはこの C の部分と、M に飽和されてない小点を結ぶ偶数長の交互度ないので、これは花ではないということになります。で、まあ、ここで、また装置変数の更新を行います。で、まあ、これは普通に更新を行って、こんな感じになると。こんな感じ。で、ここでなんか、点5っていうのが出てくるところが、この、一般グラフの最大、最小非完全マッチング問題を考えるときのちょっと、特徴で、これ、前回ちょっと言ったんですけども、装置問題の最適解が整数ベクトルになるとは限らないって話があったんですけども、まあ、それをこの0.5っていうか、なんかその反映しているという気持ちになっています。で、このように、まあ、装置変数が更新されたので、また同じようにやります。何かというと、このグラフから H を作ります。H 作りました。で、この H の最大マッチングを見つけます。で、見つけようとすると、今度は完全マッチングが見つかるので、これで終了になります。ですね。あ、つまり、その、装置問題の許容解と、主問題、FP プライムの解で、相補性条件を満たすものが見つかったということになるわけです。で、実際に、これ見つかった、マッチングっていうのが、最小非完全マッチングになってます。で、実際このマッチングの、辺の、費用は、を計算すると、これ8プラス4プラス13プラス12で、さあこれ何でしょうね。こういう計算がパッとできないんですけども、20、37かな。で、じゃあ、この DLP プライムの最適値。まあ、ここで得られた DLP プライムの、許容解っていうのは、Y の方はこの緑で書かれた数値であって、YS、ZS の方は全部0というふうになっています。で、DLP プライムの目的関数の値っていうのは、ここは Y じゃない。すべての頂点に対する Y の値と、すべての S に対する ZS の値の和でした。で、後ろの方はこれ全部、今これ0だというふうに言ってるわけですね。で、前の方はこの緑で書かれた数値の和です。だからここはその4.5プラス3.5プラス4.5プラス8.5プラス3.5プラス8.5プラス4.5マイナス0.5です。で、これ計算するとこれ37になるはずなんですけども、これなりますか？ちょっと。私はこの計算したくないんですが。計算してないと言っても、ちょっとこれ多分しないといけないんで、これやると、4.5足す3.5足す8.5が2つあって、プラス4ですね。これは、これ2倍するとこれ9で、7で、17。だから、なんだ？26、32。あ、おかしいな。合わないな。これ計算するとこれ偶数になるから。なんか合わないですね。どこかがおかしいな。ちょっと待ってくださいね。4.5、3.5、4.5、8.5。あ、8.5。8.5ですね。3.5、8.5、4.5、マイナス0.5。何がおかしいんだろう。
4.5 ミリが勢いで、なので、9、な、もう一度、9、これ合ってますか足し算が、ね、9足す7は16で、16足す17は、37合ってるな。37合ってますね。よかったよかった。合ってます。すいません。合ってますね。だから、なんだ相対定理から、この、マッチングが最小費用の完全マッチだということがわかります。いいですね。はい。まあ、こういうふうに、思想追放法は動きますっていうふうな一応例だったんですけども、これではちょっと全然わかんないかもしれなくて、まあ、だから、これをちゃんと今から、ちゃんとというか、ある程度ちゃんと記述しようと思います。で、それが次に、思想追放実際何なのかってことの話です。で、まあ、こんな感じで動きます。まず、入力としては、まあ、グラフと変形を与えられると。で、最終的に出力するのは最小費用完全マッチングと、DLP プレイの最適解。yz で、さっき言ってみたように、z のところは、値が0のところは無視して、値が正になる成分だけを出力するという形になります。で、初期化ですね。まず、m は空集合とし、始めしましょう。で、すべての s に対して zs は0とします。で、まあ、これどうでもいいんだけど、どうでもいいって言うんだけども、yv の方は、この dlp プライムの境界になるように、定めれば何でもいいんですけども、まあ、特に、ま、このように定めます。これ何かっていうと、V っていう頂点があったら、V に接続している辺をこう全部抜いて、そこの辺費用の最小値の2分の1を与えます。まあ、そうするとこれ必ず、境界が得られるということがわかります。なんでかっていうと、例えば、その最小値がこの辺、で、達成されるとして、まあ、その辺の費用を C とすると、この V に対して与えられる相対変数の値が2分の C になります。そうすると、この、辺のもう片方の端点、まあ、例えば U だとすると、そちらの方にも、まあ、2分の C っていう値が与えられるか、まあ、2分の C 以上の値が与えられるわけです。そうすると、この U と V に対応する、相対変数の値の和は、少なくとも C になります。ので、このことから、YU プラス YV が必ず C 以下になるというような、条件が得られると。あ、そうね、これ逆ですね。2分の C。だから、U に与えられる変数の値は2分の C 以下になります。2分の C 以下になりますから、必ず YU プラス YV は C 以下になるということが言えます。だから必ず相対問題の境界になります。はい。で、先ほどの、例でやったのは、H の構成と M の更新です。何かというと、これですね。YU プラス YV が CUV と等しくなるような辺を全部持ってきて、E プライムをします。で、その E プライムっていう辺の集合を持ってきて、グラフ H を作ります。これはこうですね。で、H の最大マッチングを計算して、それを M とします。で、これは、エドモンズのアルゴリズムを使えばよいと。で、もう一度言うと、エドモンズのアルゴリズムで重要なのは何かというと、この M に関する花もいくつか得られます。このアルゴリズムを走らせた後に得られるわけです。その、縮略したものが何なのかというのがわかるわけですね。で、この M が完全マッチングだったら、その時点で、この、最小費用完全マッチが求まって終了します。終了します。そうじゃない場合。そうじゃない場合っていうのは、先ほど言ったように、花が得られている場合は、それを縮略します。G を、その G において花を縮略したものとします。で、この縮略したグラフにおいては、その縮略した部分に関わっている辺の費用を更新します。で、それがこの2番です。先ほど言った通りのことをしています。で、その縮略したグラフにおける相対境界を次のように構成します。これ何かっていうと、縮略によって得られた頂点に対しては、その相対変数を0にして、それ以外のところはそのまんまにします。という形にします。で、これでグラフを更新します。で、グラフを更新したら、相対境界の更新っていうのを行います。で、
Y と Z を更新するっていうことがあるんだけども、これはどのようにやるのかってことは、あ、つまりその、イプシロン足したり、イプシロン引いたりするってことをやるんだけども、それをどのように行うのかってことは、この後で説明します。で、この更新を行った後に、縮略で得られた頂点 V に対して、その、相対偏差、あれが0になったら、先ほどの例のように、この縮略していた部分を元に戻すっていう、その解除するってことをします。それはここに書いてあります。G を、頂点 V の縮略を解除して得られるグラフにして、その時には M の辺も縮略から復元して、費用も復元します。で、なおかつ、その C に対する、Z の値っていうのを0にするということをします。で、この更新を行って、先ほどの、H の構成と M の更新っていう部分に戻って繰り返す。で、それで M の完全マッチングが、H の完全マッチングが得られるまでこれを繰り返すということを行うわけです。これがアルゴリズムの流れになります。いいでしょうか。で、それで、じゃあこの、相対変数をどのように更新するのかってことの説明をします。これがですね、その先ほどの、エドモンズのアルゴリズム、その一般グラフの最大マッチングを求めるアルゴリズムが停止したところの状況だっていうふうに示した図ですね。で、いくつかの頂点は、その、花を縮略することによって得られた頂点になってます。今そうじゃない部分があると。で、そうしたら、この初めの部分は、この頂点は、このプラスイプシロンする頂点だというふうにして、その次の段階は、マイナスイプシロンする頂点。その次のところのレベルは、プラスイプシロンする頂点。その次は、マイナスイプシロンの頂点。その次は、プラスイプシロンの頂点というふうに、その相対変数の更新、Y の方ですね、の更新をするっていうことをまず決めます。これはそのアルゴリズムでこういうふうにします。ということです。で、このイプシロンをどのように決めるかなんだけども、これできるだけ、その大きくできるようにするんだけども、何を破ってはいけないかというと、一つは、各辺に対して YU プラス YV が CUV 以下であるという条件を満たさないように、イプシロンを大きくします。で、一方で、さっき言ったみたいに、この縮略して得られた頂点に対しては、この Y の値が0を下回ってはいけないという制約もあると。いうことですね。今のはですね、なんかこの、二つの部分、このオレンジの部分っていうのは、このプラスイプシロンしてるから、この二つ目の条件っていうのは必ず守られるんじゃないかっていうふうな気がするんだけど、実は、その前の反復とか、そのもっと前の反復で、これもなんか普通に現れている頂点が、実は縮略によって得られた頂点であるのかもしれないわけです。で、そういうことだとすると、この今、黒い頂点っていうのは実はその前の前の段階とかで縮略して得られてる。可能性があるので、そういうものに対してはちゃんと、この0以上ですよっていう、制約が守られるようにしないといけません。で、それが注意点です。で、それを守るようにして、最大限大きなイプシロンを取って、Y の方の更新を行うということをします。で、これによって、このですね、この、この花を縮略して頂点、が、作られているんですけども、これらに対しては、この、その花 C に対応する ZC の、値っていうのをさらみることになります。で、それは何かというと、この、今このオレンジの頂点っていうのは、その花を縮略して作られている頂点なんですけども、その頂点に対しては Y の値が今これ決まっているわけです。それ今これ YV と書きます。で、その値をそのまんまその C に対する Z の値として定めると。ということをして、Z の更新を行います。よろしいでしょうか。で、これがその Y と Z の更新の仕方になります。いいでしょうか。これが主相対法です。こういうふうなアルゴリズムになります。難しいですかね。いいでしょうか。でですね、今からやっていきたいのは、残りの今日の残りの時間でやりたいのは、この主相対法の正当性、つまり、アルゴリズムが止まったときに、そこで得られているマッチングっていうのが、最小費用完全マッチングであるってことの、まあ、証明の流れを見せていきたいと思います。で、ちょっとこれがですね、ちょっとややこしいんですね。ややこしいっていうのは、ちょっとアルゴリズムの説明が中途半端だからややこしいんですけども、こんな感じになります。
で、何を、示したいかというと、首相通報法がまず停止したとき、今の段階では停止するかどうか分かりません。分かりませんが、停止したとき、停止したときに得られて出力された M っていうのは、最小費用完全マッチングであり、その出力される Y と Z っていうのが DLP プライムの最適解であるってことを証明したい。そうすれば、停止したときには必ず問題が解けているということがわかります。それでですね、ちょっと二つに分けて考えます。で、まず、この花の縮略がない場合考えます。で、このときには縮略がないので、どの、S に対しても ZS は0になっているということになっています。だから、この場合簡単なんですね。で、そうすると、まず、出力されている M っていうのは、これは、完全マッチングです。完全マッチングですから、完全マッチングですね。チーム完全マッチングです。だから、つまり、これ何を言ってるかっていうと、M に対応するベクトル、X は、IP の許容解であるってことが言える。で、つまり、LP プライムの許容解でもあります。こういうことが言えるわけです。で、なおかつ、この M っていうのは、その G からある一部の辺を取り出してきて作ったグラフの完全マッチングになります。で、その一部の辺を取り出して作ったグラフのことを今 H と呼んでたんだけども、 H はどういうふうに作っていたかっていうと、 YU プラス YV イコール CUV となるような辺だけを取り出してきて作ってきたわけです。だから、その M の辺に対しても、この YU プラス YV イコール CUV というのは成り立っています。成り立っています。つまり、何を言ってるかっていうと、この UV、M が UV の辺であるっていうのは、これを言い換えると、これは XUV っていう変数の値が1である、ってことを意味してます。意味してます。意味してます。つまり、XUV の値が1で、今、その X の値は0か1しか取りませんから、XUV の値が0よりも大きいんだったら、YU プラス YV にこの Z の値を足したものは必ず CUV になるということが言えます。なんでかっていうと、今、この Z の値はこれ全部0だと仮定してますから、後ろの部分、これは全部0です。全部0です。一方で、前の部分は、この上の仮定から、仮定上で導いたことから、これは CUV に等しいわけです。だから、イコール CUV というのは何だということがわかります。で、そうすると、この部分に書いたことっていうのは、これまさに、これは、主相補性なっています。つまり、M っていうのが最小費用完全マッチングである。いや、じゃなくて、M っていうのが H の完全マッチングであるってことから、主相補性が満たされるってことが導けます。で、じゃあ、最適解であるためには、主相補性と相対相補性の両方を満たされる必要があったわけです。じゃあ、相対相補性なんだとかということを、ちょっと、書くと、相対相補性なんだとかっていうと、ZS が0よりも大きいんだったら、これですね。XS。これがイコール1である。こういう式でした。じゃあ、この相対相補性満たされますかと聞かれたら、今ですね、この状況では ZS っていうのは必ず0なんです。だから、この前提条件は必ず偽になります。ってことは何かっていうと、偽ならば何とかってなってるんで、この全体は必ず、
成り立つわけです。つまり送水素補正は自明に成り立ちます。つまり、この場合、M っていうのは完全マッチングだから、IP の境界であって、DLP プライムの境界としてずっと YZ は作っていまして、なおかつ、主相補正と送水相補正を満たしますから、ここで考えている解っていうのは最適解になるということが、相補正定理からわかります。いいでしょうか。で、これは、花の縮約がない場合なんですね。で、花の縮約がある場合は、もう少し話がややこしくって、で、この部分をどれぐらい真剣にやるのかっていうことは、悩んだんですけども、ちょっと今日はお茶を濁します。お茶を濁して雰囲気だけをお伝えします。で、花の縮約がある場合は、例えばですね、今この、これ G0、これ今 G なんですけども、っていうグラフから始めて、何をするかっていうと、このグラフにおいて H っていうグラフを作って、H っていうグラフを作って、そこでいくつか花が見つかったら、それを縮約して、で、そこの縮約したところでまたその H っていうグラフを作って、最大マッチングを見つけて、またそこで花が見つかったら、今これ黄色で書いてるのが花です。花が見つかったら、またそれを縮約して、で、そこでまた完全マッチングを、最大マッチングを見つけて、そこで完全マッチングが見つかったら、こういう感じですね。見つかったら、それでアルゴリズムは終了するわけです。で、終了したら、この、縮約している花をほとんど戻していくわけですね。で、戻していかないと最終的なこの元のグラフの完全マッチング見つからないので、これ元に戻していくわけです。こんな感じで。で、元に戻していくと最終的にこの元のグラフの完全マッチングが見つかっているんですけども、この i が大きい方から順に進める機能法で証明します。何を言ってるかっていうと、今この G2 ってこの一番下の段階があるんですけども、この段階では、すべてのこの S に対して、ZS が0であるっていう条件が、この G2 ってグラフにおいては満たされているわけです。ので、この段階で、その、正しいってことは、すでに先ほどの1ページ前の話でご証明ができているんですね。で、一方で、この今、G1 ってグラフをこれ見てるんだけども、ここには、この、元々の、この、縮約した頂点が、ここで、大きくなっているわけです。で、これがその S だとすると、今、この ZS っていうのは、この、縮約されていた頂点に対応するので、これは、この ZS っていうものの値が、これが0よりも大きくなってるんですね。そうすると、先ほどの話は使えないわけです。で、使えないんだけども、この時にもうまく証明をしたいってことをやっていくわけです。で、そのために、この機能法は下から順番に上がってきます。今、一番下の段階では証明ができています。で、一つ下の段階で証明が、正しかったら、一つ上の段階でも正しいんだってことを順々に上げていって、最終的に元のグラフでも正しい、ということを言いたい、という形でやっていきます。いいでしょうか。で、これやるんですけども、で、これがちょっとややこしいんですね。で、これは何を書いてるかっていうと、先ほどの、イメージ、先ほどの図のちょっと模式図です。GI プラス1に対して正しいと仮定して GI に対して証明するってことを、まあ、その機能法の一つのステップだと思っています。今のその、流れは何かっていうと、この左側の方でどんどんグラフが小さくなっていって、ある段階で完全マッチングが見つかったら、それを元に戻していくというようなプロセスの図をここに書いてると思ってください。で、ここで今、こう、花があったとしますね。この GI というところで、その最大マッチングを見つけたら、GI から H を作って最大マッチングが見つかったら、この C という花が見つかったとします。で、今、この Y として書いてあるのは、この各頂点についている相対問題の変数です。今、この0と書いてあるのは何かっていうと、この C に対する、この ZC の値が、0であるということを表せると思ってください。で、縮約するとどうなるかっていうと、この下のようなグラフができるわけです。で、何が起きているかっていうと、この C を縮約したら、この C は一つの頂点になるんだけども、その時に、費用の更新をしました。で、それはこんな感じなの。例えば、この U1 と V1 って頂点を結んでいる費用はもともと CU1V1 だったんだけども、それは、
集約した後には、その費用から、この頂点の相対変数の値を引いたものになる。というふうに言っているわけです。いいですか？でそんな感じで、他の辺に対しても費用が定まるという感じになっています。いいでしょうか。で、このままこのどん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 降りていって、最終的にどこかの段階で完全マッチングが見つかって、こう戻ってきます。戻ってきます。で、戻ってくるときには、その戻ってくるのに対応して、この相対変数の値もこれ変わってくるんですけども、この GI プラス1の段階に来たときに、各頂点の相対変数の値が、例えばこの Y プライム U1、Y プライム W、Y プライム U2、Y プライム U3 であるというふうにしましょう。で、これを、で、この相対変数の値を持って、それをこの GI の方に戻すわけです。何かっていうと、この W っていう頂点があるんですけども、この W っていう頂点はもともと C という花を縮約してできたものだったので、この縮約を 元に戻します。で元に戻して GI でどうなるのかってことを考えます。そうするとこんな感じになる。で、どうなるかっていうと、それはここですね。どういうふうになるかっていうと、C の中のもともとの頂点の相対変数の値っていうのは、この縮約した時の値がそのままこう復元されて出てきます。で、各辺の費用は元に戻ります。この復元されるって言ってましたね。で、重要なのは何かっていうと、この C っていう花に対して、この ZC の値が、この元々の、その縮約した後の頂点に与えられていた変数の値になります。これが、W プライム W、あれ、Y プライム W になる。これがここに書いてますよね。になるってことが、その相対変数の決め方から決まってきます。で、何を言いたいかっていうと、この下の段階で、この Y プライムっていう、変数たちが、最適解であったならば、この上の方に戻した後でも、この戻した形の相対変数が最適解になっているということを言いたいというわけなんですね。で、それは実際に正しいということがわかります。例えば、今ですね、下の段階でですね、ここですね。このグラフにおいて、この相対変数の与え方が最適解になっているとすると、例えばですね、ここに今、マッチングの辺があるんですけども、このマッチングの辺に対しては、相対変数の値の和っていうのが、この辺の、辺の費用に等しいっていう式が成り立てないといけないっていうのがあったわけです。それではそれを書くために、次のページに行きますと、例えば今言ったのは、この辺ですね。この辺に対しては、YU3 プライムプラス Y プライム W イコール CU3V3マイナス YV3 が成り立っていることをさっき言っていたわけです。ここでは、すべての S に対して、ZS が0であると仮定しましょう。そうすると、この辺に対しては、この等式が成り立っているということが、その相対の、種相補性から言えます。最適化だった種相補性の、私もこれが言えます。で、実は、これをその上の方のグラフで解釈するとどうなっているかっていうと、これは、YU3 プライムプラス、YV3 プラス、この式をそのまま式変形して書き換えます。で書き換えると、YU3 プライムプラス YV3、プラス YW プライムイコール CU3V3 になるわけです。で、この式とこの上の、この右上の状況を見て、この同じ辺ですね。同じ辺の中で、ところでどういう条件、が何かってないといけないかってことを書いてみると、今この辺の端点は U3 っていうのと V3 があって、U3 の方に書いてある変数は Y'U3。で、V3 の方に書いてある変数は YV3 になっています。だからこの2つの変数の和っていうのが、この初めの2つの項に出てきているわけです。
それに余分な Y'W ってのができてます。Y'W っていうのは実は何なのかっていうと、この C っていう花があって、その C から出ていっている辺に対応する変数の値になっているわけです。実はこれは、その相対の方の書き方で言うと、この ZS で、S が C の要素で、なおかつ、U3V3 をデルタ S に含むようなものの S の和と、この上の状況では同じになっているわけです。あ、書き換えちゃった。これ同じになっているわけです。同じになっているわけです。で、この書き方は実際にこれが DLP' の制約になっているわけですね。制約としてこの式が出てきているわけです。で、出てきていて、その式を等式で満たすってことになっているんですね。で、つまりですね、種相補性の式を見ると何が言えないといけないかっていうと、この、辺が完全マッチに選ばれているときには、この等式が成り立たないといけないっていう式が出ていて、それに戻りましょうかね。どこだろう。ここですね。この式ですね。この式が成り立たないといけないっていうのが出ていて、ちゃんと先ほどの例ではこの式が成り立っているっていう様が確認できたわけです。で、何を言ってるかっていうと、この CUV を更新するってことをやっていたんですが、その更新の仕方っていうのがちゃんとこの種相補性の条件に書かれているこの等式が満たされるように、費用の更新をしていたということになっているんですね。だからその下の段階で種相補性が成り立っていれば、上の段階でも種相補性、縮約を解除した後でも必ずその種相補性が成り立つんだということが言えるという形になっているということになります。まあ、そのようにこの費用の更新を実際していたということなんですね。で、種相補性についてはそれで OK なんですけども、問題はですね、もう一個あって、その相対相補性も出してるってことを確認しないといけません。で、相対相補性をもう一回選んだかって書くと、ZS が0以上だったら、E デルタ S の XE、これが1に等しいということですね。で、じゃあ今ですね、この上の状況を見てみると、この C に対して ZC は0以上になっているわけです。もし ZC が0だったとすると、種相対法では、法が書けない。種相対法では C の縮約を解除しないといけないんですよ。だけども実際はこの C っていう花の縮約をずっと続けたまんま最終的に完全マッチを見つけてるので、この解除は起きてなかったんですよ。解除が起きてなかったってことは、この ZC、つまりこの Y'W ですね。この値は必ず正だったってことがわかります。だから、この ZC ですね。この値も正だったっていうことになります。で、そうすると、今この C に対して、C に対して、だからこの S を C だと思ったときに、この XE の和が1であるっていう条件なんです。成り立っている必要があります。で、実際にこの例を見てみると、この C を見たときに、この C から出ていっている青い辺の数はちょうど1になっています。ちょうど1になっています。で、これは C が花であったっていう条件から出てきます。C が花であったので、まずそもそも C の中に、頂点が 2K プラス1あったら、そのうちの K 個の、辺は必ずこの青い、辺で使われていた、もともとですね。ってことになってます。なってますし、
なってますので、完全マッチングが見つかったっていうときには、この C の、またぐような辺が必ず1個だけ使われているという状況になっているわけです。つまりそれは、この左辺ですね。XE の和がちょうど1になるということを意味していますので、つまり水相補性も、下で成り立っていれば上でも成り立つということが言えるという形になります。ので、何を言いたかというと、主相補性も相対相補性も満たされるので、最終的に、この上の方でできた、解っていうのも最適解になっているということが言えるということになって、証明が終わります。ちょっと今日お伝えしたのは証明の雰囲気だけなので、本当はもっとちゃんとした議論をしなくてはいけないんですけども、まあ、こんな感じで証明が行われるということになります。だから、これ今お伝えしたのは証明の雰囲気だけです。何を証明したかっていうと、もう一度言うと、これですね。主相対法が停止したときには、得られる完全マッチングは最小評完全マッチングであり、得られる Y と Z は DLP プラの最適解です。で、これは、その相補性定理を使って証明したということになっています。で、まあ、今日の授業はこれでおしまいで、一応そのアルゴリズムの記述をして、停止すれば、それで得られている解っていうのが最適解であるということの証明の雰囲気をお伝えしました。で、次回、最終回になるんですけども、そこでやりたいことは何かっていうと、このアルゴリズムは実際、公式時間アルゴリズムであることの証明。特に、まず停止するってことを言わないといけないんですけども、これ停止します。停止するので、ちゃんと、最終的に最小評完全マッチングが得られるんですけども、それが多公式時間で得られるってことの説明を、まあ、完全じゃないかもしれませんけども、その、まあ、雰囲気をお伝えしようと思います。はい。では、今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。